ルイス・アンヘル・メディーナは、ドミニカ共和国マリア・トリニダー・サンチェス州、ナグア出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。MLB のニューヨーク・ヤンキース参加所属。2015年7月にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。2016年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキースで、プロデビュー。3試合に先発登板して、 防御率1.93、4奪三振を記録した。2017年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグヤンキースとアパラチアンリーグの、ルーキー級プラスキヤンキースでプレイし、2球団合計で10試合に登板して2勝2敗、防御率5.35、39奪三振を記録した。2018年は、ルーキー級プラスキでプレイし、12試合に、 先発登板して1勝3敗、防御率6.25、47奪三振を記録した。2019年は、A 級チャールストンリバードックスと、A 級タンパターポンズでプレイし、2球団合計で22試合に先発登板して1勝8敗、防御率5.47、127奪三振を記録した。オフの月日にルールドラフトでの流出を、 防ぐために40人枠入りした。2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の登板はなかった。2021年は開幕から a a 級サマセットペートリオッツでプレーし7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。 速球は常時 90mph 代後半、最速 102mph を計測する。変化球ではカーブとチェンジアップを投げる。ありがとうございます。